どうですか、初めて自分のユニフォームやられて。かっこいいです。かっこいいですね。渋い。ただ内藤じゃなくて大和って。大和いいですね。好きしたんだよな、大和で行くんだろうな。もうかなり早くから準備してたね、これ。あ、そうなんですか。おお、似合いますね。ありがとうございます。素晴らしい。いよいよトップチームへの参加ということで、どんな思いがありますか。もう少年時代からの一つの、まあ、ターニングポイントを迎えるわけですけど、まあ、ずっと幼稚園の頃から見てきたヴァンフォーレ甲府のユニフォームを自分が着れるとは、その時は、その頃は全然思ってもいなかったので、すごく緊張してますけど、ワクワクの方が大きいです。もうユースの時からですね、本当に素晴らしい活躍をされてきていますけども、まず自分がどのようなプレーをしたいだとか、その意気込みをぜひ聞かせてください。まあ、僕のポジション的に求められるのはやっぱゴールだと思うので、まあ、ユースの試合だけじゃなく、トップでも得点を取れるように、まあ、努力していきたいなと思います。で、背番号32番ということですけど、これは何かこだわりだとかきっかけはあったんですか。いや、選べなかった。選んではないです。自動的に32。そうです。僕も今日知りました。あ、そうなんですか。じゃあすごいタイミングで、トントン拍子でこの撮影もですね、いきなり撮影にお邪魔したわけですけども、まあ、もちろんプレーもですね、プロのアスリートとしてこれからやっていかれるわけですけれども、ぜひですね、内藤選手のことをあまりご存知でない方もいらっしゃるかと思うんですね。趣味だとかって何かあるんですか。趣味は僕は格闘技がすごく好きなので、 YouTube でいろんな格闘家の試合を見たりしてます。あ、そうですか。じゃあ格闘家の方ともなんかね、お話しできるような YouTube 企画とかあったら熱いですね。はい。内藤、大和少年の時からヴァンフォーレずっと見てきたわけですけども、これからサポーターさんたちにですね、このタイミングでどんなメッセージを送りたいですか。一つでも多く、まあ、自分の活躍で、このヴァンフォーレ甲府を勝利に導けるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。すごいタイミングで、トップチェーン参加ということですけども、本当に活躍を期待しています。頑張ります。じゃあ今日は撮影頑張りましょう。よろしくお願いします。本格的なのは初めてですか。結構緊張します。試合より緊張します。試合緊張しないです。ヤマト一番刀が似合う。これ以上とないかな。ね、お疲れ様でした。撮影改めて緊張しましたが、いかがでしたか。サッカーより緊張しました。でもなんかすごい楽しんでた感じはしましたけど。そうです、初めてだったんですけど楽しみました。いや、そうですね、もう今日撮影した映像も含めてスタジアムに流れるのは楽しみですね。期待してます。内藤くんもこうジュニアの時からこう待ち望んでいたというか、まあ、そういうような正式な機会を得られるというのがありますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ぜひ頑張ってください。今までもユースの先輩とかも西登録されている選手は多かったと思うんですけど、僕はされるだけじゃなくてしっかりと試合に絡めるように、まあ、日々努力したいと思います。そうですよね、臆することなく堂々とプレーしてもらって、
あの学校のね先生やあの仲間にこうみんな感謝してね、そしてチームの仲間にも感謝して、でもちろんご両親にもで、まあ、その恩を、まあ、皆さんにやっぱりこう結果であの恩返しするっていうところをぜひあの表現してもらえるといいなと思います。4歳からですね、当時あのサッカースクールで年中さんで入ってきて、もうずっとゴール前にいるんですよ。だからその時から手取ると私とかオサノが高い高いしてて、もう小さい時から多分彼のおかげでかなり私も肩鍛えられたぐらい、ずっとでもゴールにこだわりのある 子なんで、あの本当にさっきユニフォーム姿、トップのユニフォーム姿を見た時にちょっと泣きそうになりました。ああ正直もうでもこっからだなって本人の言葉にあったんで、もうそこを本当に大きくみんなあのアカデミーのスタッフも選手も期待してくれて、うん、それ頑張ってほしい。やっぱこう世界にね羽ばたけるような選手を持ってもらいたいなというふうに思うんですよね。だからまあ山梨県あそこにあの切符があるけどさ、なかなか果たせてないんだけど、あれやバンホーレから、まあ、本当にプレミアリーグとかね、リーグのアイスカリオールとかさ、あのそんなところに